ニュースポストセブンです。投資に対する姿勢やアメリカ・ニューヨークでの生活などを発信し、ブロガーとしても注目を集めるタレントの松井和代さん、時には1日10件以上というハイペースで更新されていたこともありましたが、昨年12月17日を最後にブログ休止が続いており、各所から心配の声が上がっていました。松井さんに聞くと本人からメッセージが届きました。松井さんによると、しばらくブログはお休みを頂戴しておりますが、おかげさまで元気に過ごしております。もう少しお休みをいただきますが、ブログは続けてまいりますので、よろしくお願い申し上げますとのことでした。